ってくれてますので少々お待ちください、はい、はい、私もねさっきカーキに来てました。はい、のでよかったら IGTV 上がるのでもう一回見ていただければなと思います。下行きますね。あ、スウェット可愛いですね、悩みます。いや、色悩みます。色悩みますよね。なんかベーシックなのは私着ているこっちかなと思うんですけど、もびちゃんのカラー結構珍しいのでおすすめですね。なんかあんまりないカラーに私惹かれたりするんで私のおすすめはもびちゃんの着ているカラーですね。あ、グーちゃんだ。あ、そうなんですよ、グーでございます。はい、最後の方のおしゃべりコーナーが見れないのでここのタイミングでごめんなさい。クイズ全問正解したんですけど明日のライブ見れないので、見れないので抽選の対象外ですよねといただいてるんですが、あ、全然そんなことございません、はい、あのクイズにご参加いただいたので、はい、あの全然対象外じゃないです。まだ一応期間限定で IGTV は残るのと、はい、あのもしあの見られてなくてももし当選したら、はい、あの DM の方であの当たりましたよっていう告知が、告知というかお知らせがいきますので、はい、全然対象外とかないので、うん、あのもしかしたら当たるかもってちょっと見れなくてもドキドキしてもらえたらなと思います、うん、はい、全問正解おめでとうございます。結構ね、あの結構1000人ぐらいの中から結構だいぶ絞られたので、はい、すごいです、はい、もしあのドキドキしながら DM 当たるか分かんないんですけどね、あの待っていただけたらと思います、うん、はい、です、うん。はるさん、こんばんは。今から見ます、はい、今は1点目ですか。今はね、1点目です。はい、1点目でございます。あ、マコさん、スウェットって裏肝ですか。裏肝です。しっかり裏肝でございます。暖かいです。そう、めっちゃね、ほんと暖かい、うん、もう私とグーちゃん、暑いぐらいです。そう、暑いぐらい。そう、今私、オリジナルって腕のところ、あれないじゃないですか、うん、ここが、なんていうの、こう、透けてるんですけど、うんうんうん、それでも暑いぐらいなのでめっちゃあったかいです。確かにだいぶあったかいです、本当に。だから今週末がだいぶ結構寒くなるらしいので、うんうん、結構活躍するんじゃないかなと思います。はい、あ、アイフォンケースかわいい。あ、ありがとうございます。かわいいね。グーめっちゃかわいいです。あ、ハルさん、ロゴのところもモコモコしてるんですか。そうなんです、ロゴのところがモコモコしてます、うん、そうなんです、ボアになってます。わ、うん、かるかな。うん、商品ページ見ていただいた方が分かりやすいと思いますが、うん、こんな感じです。はい、です。あ、まさ、もっちゃんのスウェットはクロノスカードでも合いますか。あ、絶対合う、絶対合うと思います。絶対合います。ちょっとレザーとかしか今ないんですけど。いいですね、レザーでもいいですね。いいよね、うん、かわいい。なんかこれやったら、うん、上がちょっとくすみ系のミントなんで、あのレザーとか履いてもきつくなりすぎない、うんうん、確かにちょうどいいと思います。かわいい、黒でも全然いいです、うん、はい、ちゃいます、ね、なんかもう結構甘くしたい方は白っぽいね、うんうん、ベージュとかしてもらうといいと思うんですけど、黒とかやっぱ締め色になるのでなんかアクセントになるので黒は全然大丈夫だと思います。はい、はい、です。あ、花さん、ロゴ部分毛玉になりやすいですよね。うん、毛玉っていうかもうねほぼボアなので。そう、なんかね、雲みたいな、ね、そう、ホワホワしてるから、うん、逆にもう毛玉の塊みたいな逆に、ね、確かにね、逆にもうモコモコしてるんで確かにでもほんまね、ボアなんですよね。そう、ボアハット、あ、これか、ボアハットっぽいぐらいボアボアしてる、うんうんうん、こんな感じ言ってしまえば、うんうん、でもほんとそんな感じです、はい、だからそんな、多分もし毛玉できたってそんな分かんないと思うし、逆にね、分からない、うん、分かんないと思います、うん、はい、うん、です。はい、あ、もう雪が降ったので裏肝が欲しいですって。そうなんや。でもね、私の地元も降ってました。あ、そうなんや。降ってた。そうなんや。北海道とかその東北ほどではないですけど、うんうんうん、でもここで降ってるなら確かに、もうね、もう北の方の方とかね、すごそうですね。寒いよね。私はもう寒くなったら家から出ないので、うん、もしかしたら初雪してたのかな。知ってたね、あ、知ってたかもしれない、ね、朝とか、あ、うん、海が寒いからねもう裏着も着てください、ぜひ着てください。めっちゃあったかいです、結構これは、はい、はい、おすすめです、うん、はい、あ、どうさん、スウェットかわいいです、金額的にそびれましたってあるんですが、こちらはですね、税込み4990円でございます。はい、はい、4990でございます。はい、はい、じゃあコメント大丈夫そうかなと思いますので、次2点目のアイテムに行こうと思います。じゃあ、ぐーちゃんに、はいはい、着替えてきてもらおうと思います。そして私さっきあのコメントもくださって、ぐーちゃんも言ってくれたんですけど、なみなみタートル入れてきました。
っとここがねロゴが白なのでちょっと白にしてきたんですけど、かわいいね、やっぱ並々、はい、いいね、並々ってそんなにこれ分厚くないんですよ、素材感が。だから春先とかまで全然使えるんですけど、なんで普通に何ヒートテック着て並々着てこれ着てもごわつかない、めっちゃおすすめ。なみなみ、私今日こそは絶対ゲットすると誓った。もう2回ぐらい再販したけども全然ゲットできなくて、ずっと今日再販です。今日7時から再販ですので、もう狙ってた方はねもうぜひゲットしてください。結構2色買いとか3色買いしてくださってる方、なんか全色買ってくださってた方もいたぐらいめっちゃ人気のアイテムなので、はい、あと今日のねあの新作ともいろいろ私とぐーちゃんで合わせてあのお見せしようかなと思います。はい、うん、アラブさんこんばんは、セット気になってますってありがとうございますね。ちょっと紹介終わっちゃったんですけど、まだね来ますとか、あと IGTV も上がるのでぜひ見てみてください。程よいサイズ感、私ねほぼお尻は隠れるぐらいです、うん、けどあの緩すぎないので、なんかメンカジュアルになりすぎない、なんかこういうスカート合わせとかもめっちゃ相性いいです、これは、はい、おすすめ、うん、色19時までに決められるから、そうね、個人的には結構ミントおすすめやな、うん、で、うんうん、珍しい、まあ、オートミールとネイビーのロゴっていうのも可愛いんですけど、結構ちょっとくすんでるミントがすごい使いやすいと思います。なんかミントって結構パステル系とかが多くて甘くなりがちなんですけど、これはちょっとくすみ系なので、さっき言っていただいた黒のスカートとかも合いますし、ちょっとあのカジュアルチックに振ることもできるかなと思います、うん、です。あ、ハルさん、メガネのクリアブラックは再販あるか分かりますか。わかります、わかります、ありますけどね、1月です、今のところ1月を予定してます。1月上旬ぐらいかな、うん、にクリアブラックは再販予定ですので、もし狙ってる方はもう少々だけお待ちくださいませ。はい、です、うん、ポチャさん、並々は何色が使いやすいですか。まあ白とベージュは間違いないかなと思います。うん、4色あるんです、白、ベージュ、カーキ、ブラック、まあ、でもね、どれも使いやすいと思う。けど個人、私はおすすめなのはベージュとカーキがおすすめ。結構使いやすい。カーキもね、意外と使いやすいんですよね。そう、ちょっとあのカーキもくすみ系のカーキなので、結構渋いカーキなので結構使いやすくて、私はその2色が結構おすすめです。まあでも無難なのは白かな。うん。はい。かなと思います。はい。お待たせ。